はい、営業広報部東街頭です。忙しいの？はい、どちら様ですか？真中東子、会いましょうか。え？会いたいかってこと。オリエンタルホテルサマーセットモームスイート。メキシコのことわざにこんな言葉があるそうです。若者は夢を見て、老人は回想する。俺は夢を見て、あの人は夢から覚めろと言いました。夢を失い、いつの間にか老人になってしまったあの人に、この歌を捧げます。目の前に広がっていく二つの道で、僕らは別れたんだ。みつこ、すまない、ちょっと忙しくてね。賢い男は道には迷わないもんだ。お前歌おうな。君が君の汗の匂いが好き。俺は高青年だ。高青年はこんなんじゃダメだ。君は死ぬ間際に誰かを愛したことを思い出す、それとも愛されたことを思い出す？着替えろ。いや。着替えろ。いや。着替えろ。ゆたか、私のこと愛してる。ホームランボール。どうして僕を信じられないんだ？真中東子さん、お会いできて嬉しいです。田鶴光子と申します。豊さんがあなたに一度でも愛してると言ったことがありますか？ふざけんな！どうしてさよならを用意するんだ！ちょっといいかしら？
ルイ・ヴィトンの夢は何？ああ、綺麗な人ですね。飛びたかった。日取りは決まったんですか？Good evening, Mr. and Mrs. Monaka. お願いが一つだけございます。来週の日曜日午後1時までにいなくなってください。 Why do you call me Mr. Monaka? Sir, in this hotel, you Mr. Monaka. どうして来たの？終止符を打ちに。詩は書き上げたじゃないか。ああ、俺たちがバンコク支社に勤めていた時、俺たちの力で、俺たちの会社の飛行機で全世界の空を覆い尽くすと誓ったろ。それが俺たちバンコクトリオの夢だった。その夢を叶えるためにこの仕事をやり遂げたんだ。俺に不満があることは分かってる。俺はただお前が。親父はどうしてそんな格好悪いんだよ。俺が何か間違ってたか、言ってみろ。世の中があんたの思い通りの表紙で動きますか？世の中があんたの思いで動きますか？会いたかった。私もです。俺は常に心に決めてます。俺の表紙、俺の音符だけで生きてくって。俺にはさ、夢があるんだ。私、あなたの夢に惹かれたの。でも、その夢に向かう道は一つだけじゃない。好青年、ね。